はい、どうもグラシャです。今回も引き続きチビロボの方をやっていきたいと思うわけですが、いかんせんプレイの方が1ヶ月ぶりとなっておりますので、状況を思い出すのに精一杯でございます。なのでとりあえずはあれですね、ジェニーの部屋に行ってみたいと思います。このカエルスーツを持ってる状態だと何かしらいろいろあるとは思うのですが、おっ早速いべ、あー花、枯れた花が、あれ確かゾンビのなんつったっけ、ゾビーだっけ、スミスじゃないはずだ。ちょっとゾビーのとこ行ってみよう。ゾビーのところに、ゾビーは確かにベッドの下にいるから、ね、このゴミがいっぱい溜まっている場所に。ヘイゾビー、起きるんだ。ヘイ。You bad。相手のバツはこの。昼でも夜でもここは明るくて安心だな。バツはこの。が忘れてたな。クスマスプラス。ずうしょうがい。プロも。オラどういうこと？ゾビン。ゾビンだ。ゾビンだった。オラの話聞いてくれるけ。あ、いいぜ、聞いてやるよ。クスマスこけます。この前の夜のことなんだと。おお、なに、なに、どうした、どうした、おお、なんかクマが荒ぶってやがる。おい、クマが荒ぶってる。やーん、あはーん、やめて、壊れちゃいます。したこちゃない。あ、あー、ハイヒールね。それこないだ拾ったよ。クスマスということがあっただ。プラスこういうこと。猫へピーツ姫はあの日以来城から出てこなくなったさ。プラスこれ頭。二十歳で困ってんだ。えれこっちゃ。アイフロワツドも。あ、心配だ。おにぎりが食いたいんだな。またもしやかハイヒールさん見つけたらオラに教えてけ。持ってるよ。持ってるんだけど、気づいて、気づいて、持ってるよ。あれ持ってるよね、あるじゃん。へい、ゾービー起きろ、ランチの時間だぜ。ヒョワー、赤いハイリーヒールさん見つかったですよ。実はこのおう、アイフロがこけます。早くビズ姫に返してやってけれ。オラさ体でかくて針じゃ入れねえんだろ。城に前さ階段さ置いといたら使ってけれ。おおお、ほんとだ、動いたね話が。じゃあ早速行こう、早速行こう。カエルのために鐘を鳴らしに行こうぜ。いや、やったことないからわかんないんだけどさ、やってみたいなとは思うんだけどさ、いかんせん私そのね、当時のというか昔の名作 RPG の大半に手を出していないわけですね。手を出していない、もしくはクリアまでプレイしていないっていうのがほとんどで、例えばね、クロノトリガーとかもそうなんですね。違う、これをこっからこう行って乗って、なんかこれ違う、しまって、何、炭酸電池を入れるところですね。炭酸電池なんて持ってないけどさ、違う、あった。違う、チビカメラ、チビアイで、なんか、あ、ある、あんなところに炭酸電池。とりあえず行けるとこまで行ってみるか。あるね。しまった。じゃあこっちが先だったな。いや、あ、でも、やばい。バッテリーがない。頑張れ、チビロボ。炭酸電池を回収した後に、チビコプターに即変身して。よし、いいね。降りるだけならそんなにエネルギー食わないから。よしよし。とりあえず一回補充しましょ。パラ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 ラーン、充電完了です。セーブはまだいいです。準備 OK、 レッツラゴー。よいしょ。さあ
炭酸電池を使えば何かがあるんだろうな。この枯れた花も掃除したいんだけどな。枯れた花に水かけたら治るとかそんなことはないよな。だとしたらその水すごすぎるもんな。浸水超浸水。炭酸電池を入れましょう。いけ、ガチャコン。おお、何、ああー、イッツアスモールワールド。あ、やめろ。行ったスモールワールド何周年だったか忘れたけど、映画化おめでとう。どんな映画になるのか全く分かんないよ。お、これは散布シールで破壊するのかな。違う、散布シールを破壊する。バーンでしまって、おー、コイン出てきた。開けて、急にアクション要素増したな。開けて乗って、チビポッパーで粉砕して、開けて、これバッテリー足りるのか。あ、開けて、登って今度は単一電池を入れるとこ。単一電池持ってない。ま、あっちにあるね、単二電池と、なんかいろいろあるな、あっちに。ちょっと待ってよ、ここまで来てか。あ、でもなんか行けそうだな、いいところまで。よっ、よし。ん、あれ単二電池だもんな。こう行って、ここを入ってみる。おお、おお、お、で、これ開ける。登って、そうか、これは上に行くための仕掛けか。ちょっと待って、単一電池がどこだ？どこだ？上か？あ、単二電池。炭酸電池はもう使った。あれ？単一電池？カエルリングだよな。あれ？さっきは視界に入ってたのにな。あ、上？あ、待って。チビコプターで、あ、しまった。ちくしょう。仕切り直し。って思ったら時間がないな、そう。充電、セーブはいいもんで、ちょっと行けるところまで行かなくていいや。とりあえず一回地図見て、マップを見よ、ちゃんと。あそこにあるんだよな。あそこに行くためにはこのはしごを使う必要があって、これが多分チビポッパーで落とせると思うんだよな。いや、わかんないけど、それができたら、あそこにいる、なんだっけ、なんとか姫、ピース姫、だっけ、に行けると思う。っていうのを、次の夜にやろう。あった、俺はこれを仕上げたかったな。今日も一日ハッピーハッピー、お疲れ様です。はい、よし。
はい、おはようございます。ハッピー生産します。40位から28位に、おお、どんどん上位ランカーになっていく。次のボーナスまで92ハッピー。 OK、 セーブをお願いしよう。じゃあ一回チビパソを見てみるか。ジャンクマシーンでさ、このエントランスワープ欲しいな。エントランスワープを早く作りたい。よし、それじゃあ、あの、あそこに行きましょう。ママの部屋、パパママの部屋に。で、そこまで移動に時間が結構かかるもんで、バッサリカットしたいます。では、何？大変であります。ん？おう、あ、報告せよ。あ、まさかこれはいつぞやの。もう我慢できないでありますね。脱走しちゃったであります。おお、瞬間着替え。なる？あららららら、軍曹、なんということだ。二度と部下を失わないために厳しくしていたが、逆に多くの部下が去ってしまうとは。やり方が間違っていたのか。俺は軍曹失格だ。貴様たち、アーミー隊はしばらく解散だ。いえ、さ、おいおい、どうしちゃったんだよ、あの軍曹がよって。そんな会話をしてるんでしょうか。あー、待って、ちょっと、まあ、パパママの部屋に行きたいけど、ちょっとそれどころじゃなくなっちゃった。いやー、お前らちょっと話を聞かせてくれないか。オレゾンであります。それは、それは、それはドッグタグ。そ、それはグアムのものであります。確かこれ犬小屋で拾ったんだよな。タオのアジトに行ってきたでありますか。イエス。わお、おお、すごい称賛されている。何事だ、うるさいぞ。チビロボ隊員がタオのアジトからグアムのドッグタグを持ち帰ってくれたであります。な、なに？おう走り方かわいいな。か、返してくれ。いや、返すも何も、それグアムのじゃないのかい。大丈夫、大丈夫、 FPS で敵をキルしてゲットしたわけじゃない。おお、グアム、すまる、部隊を団結させることができなかった。許してくれ。一人の力ではタオに勝てないであります。みんなの気持ちを一つにしてあります。一人はみんなのために。みんなは一人のために。ワン・フォー・オール・オール・フォー・ワン。三重詞始まったな。貴様ら。グアム、貴様のおかげでみんなが一つに。待てよ、待てよ、もしかしてグアムはまだ生きてるかもしれんじゃないか。こうしちゃおられん。トレーニングを再開するぞ。えい、えい、おう、おう、あ、またトレーニング。タオの犬小屋に行ったとはな。その小さな体にどこにそんなに大きな勇気が。その勇気を買って貴様に頼みがある。タオトレーニング手伝ってくれ。
タオトレーニング、なんすかそれ。貴様がいれば100人力、いいや100ロボ力だ、100ロボかだ。ではこれを着てくれ。何タオの着ぐるみ。おお、着ぐるみがまた増えた。あららら、思った以上に様になってるな。まるで本物のタオみたいだ。これタオカエルと同じ要領だったらタオと喋れるようになるんじゃないか。これ本物みたいであります。それではいざ裏庭へ。おお、なんかこいつらの話がどんどん進んでいくな。全員よく聞け、これよりタオトレーニングを始める。これは貴様らがタオボエを聞いてもビビらなくするためのトレーニングだ。タオボエ、チビロボ隊員はタオ役を頼む。 Z ボタンのタオ吠えまでで他の隊員を気絶させるのだ。気絶させちゃいけないんじゃないかな。バッテリーが31以下になると吠えまでできなくなるのでトレーニング失敗だ。無駄吠えしないでうまく狙ってアーミーたちをまとめて気絶させるのだ。はあ、じゃあタオボエには結構なエネルギーを使うってことか。えいえいよー。ああ、そういうことね。あ、結構なエネルギー消費だね。あ、バッテリー不足でトレーニング終了。あららららら、らこれ結構難しいんじゃないか。いいトレーニングだったが、部下がまだタオを恐れているようだ。またよろしく頼む。これ悔しいな。もう一回やりたいな。ぬ、タオか。あのチビロボか。見事な変装だ。違う。そうじゃないんだよ。違うんだよ。トレーニングやらせてくれよ。OK。いざ裏庭へ。いちいち脱がにゃいかんってめんどくさいな。いや、もうそのくだりいいよ。間違えたし。おほほほ、無駄だった。間違えた。あー、これあれだよね、うまい、相当うまくやらなきゃいかんってことだよな。これちょっとよっぽど動き見ないと。あっね、今これ一回吠えると30ぐらい減るもんな。お前らもうちょいまとまれ。いい感じでまとまってるんだが、そこらへん。おし、3333。さあ、バッテリーの鍵がなくなって、危ない。そこ、うまいうまいうまい。さあ、あとは貴様だけだ。俺だ。アミ全員KO、タオトレーニングクリア。やったね。おかげでいいトレーニングになった。部下もタオボエをビビらなくなってきたようだ。いいね。お、でかい、66ハッピーゲットです。お、アーミーさんたちから66ハッピーゲットです。いいね、これでランクアップできる。いいね、ありがたい。トレーニングはこれぐらいにして、グアム救出作戦のプランを立てねば。作戦プランが完成したらいよいよタオと対決だ。その時は貴様の力を貸してくれよな。対決でやります。力を貸してくれであります。 OK、 じゃあ目的も達して、かつ時間もほとんど使っていないという素晴らしい状況だ。いや、時間といえば収録時間の方は使っているが、気にするな。よし、じゃあ2階に行こう。2階に行って、あれだ、パパママの部屋のアンロックしてこよう。
よし、着いた。とりあえずカエルもいいけど、ここをね、開けてどうこうする方が先だけど、パパの帽子邪魔じゃないか。その紐で上に行けそうですよ。よし、行くよ。ほら、ちゃん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 。いや、もうロープ登りって意外とできるけど結構難しいというか、力いるよな。ちびロボ、自分の体が軽いんだろうからいいかもしれんけど。うん、うん、そこにピンポイントで乗れってか。ちょっと難しいな。こう、あ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 、オッケー。なんてことはないね。よいしょ、ガッシャコン。これで、あー、行ったのはいいけど、これママさん帰戻ってきて閉めたら何の意味もないことになるんじゃないのかな。まあいっか、とりあえずはいいや。すごいな、あそこチビドアが4つも並んでやがる。チビドアカルテット、映画の前売り券。あっちにもチビドアカルテット、すごいな。とりあえずカエル、カエル優先だな。カエルの歌が聞こえてくるよ。ゲルゲルグアグア、ゲル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 、グアグアグア。まだいたんですか、チビロボさん。いましたよ。よし行こう。よしこ、よしこ。何さ、何、何。ああ、どっしんどっしん言ってる。ああ、これはまさか怪獣じゃないか。キャー、おお、怪獣降ってきた。グワオー。おお、あ、カエルが。ちびロボさん、よいお年を。あ、逃げやがったあいつ。あ、硬い。ああ、硬いわー鉄やがなー鉄なんだチビロボ。これはトイレックスの歯。はあ、トイレックス。兄ちゃん、はあ、ちょなんだこの BGM は。専用 BGM か。なんだこの陽気な感じ。なんとなく某新喜劇を彷彿させる。おおきに、兄ちゃん。これ少ないけど、ととき。おお、トイレックスさんから52ハッピー。1マネ。あけっちいな。おちびちゃん、帰るかと思って間違えてしもたわ。もうよう言うわ、もうよう言わんわ。これは怒られかねないよ。ここで会うたのもなんかの縁や。ここで会ったら遊びに来や。ほだな、ほんなんな。今週のケロちゃんチーク。あ、もうダメよ、これ以上やめよあー、あんな関西人もいるの。関西人つっちゃった。じゃあカエルは吹き飛ばされた。カエル、あ、おった。
前ダメなんじゃないかな。何が起こったケロ。早くヨシコの元に帰りたいケロ。僕をお庭へ連れてってケロ。ほんとケロか。よろしく頼むケロ。ああ生き倒れのカエル。よっこんなことするか、チビロボ。わかった。連れてってやる。裏庭だな。その前にバッテリーの補充だ。充電29回目です。セーブはまだいい。OK。着いたよ。これこの辺で泣いてみる。ちょっとダメ。ああ、いるいるいる。なあカエル、お前がヨシコか。うちのヤドロ食ったらいつまでレディーを待たせる気であります。生き倒れのかこれアイテムか、相当シュールだよ。ああ、いつまで天井直してんだ。よしお、生きてたんだね。こんなにボロボロにやられちまって。あ、よく見たらこれトイレックスの歯型だな。よしこ、俺もうダメケロ。餌と間違われてくっきり歯型をつけられちまったケロ。だから言ったんだよ、この家はなんかおっかないって。あんたの言うこと、あたいの言うこと聞かないからバチが当たったんだよ。あんまりどなら台で欲しいでケロ。傷口に響くケロ。何甘えたこと言ってるケロ。家に帰ってお仕置きでやります。お仕置き。お仕置きされるくらいなら死んだ方がマシケロ。へえ、勘弁してケロ。もういいか。いつもすまないね。じゃあまたね。おお、66ハッピー。すごい、今回大量ハッピー回だったね。行き時刻を見せてあげるよ。っていうところで、今回この辺で一回切りにしたいと思います。それでは、ありがとうございました。また次回お願いいたします。